構おしゃべり会だったので、基本座ってる時間が長くて、なんかあんまり疲れてないなって思ってて、普通に楽しかったなって思ってたんですけど、でも体は疲れていたらしくて、帰ってきてちょっといろいろ食べたら気づいたら寝てしまってて、あので、結局寝落ちしてその配信できないってことにはなんなかったのでよかったんですけど、ちょっと顔が死んでるのでメイクをさせてください。どうしよう、顔死にすぎてるけど何から直せばいいかな。何から、まずリップの色がないね。リップの色がない。おつはな園、初めて見た。おつはな園って、あれ待って、こんばんは。涙袋がほとんど落ちてるから涙袋も書き直します。こんばんは、こんばんは。笑顔の花咲いてありがとうございます。こんばんは。花ポーズ、あ、待って、塗りすぎちゃった。カバリンです、さっきの子は。花絵ポーズっていうのは、あの、私のキャッチフレーズが、皆さんの好きなお花は花絵、誰よりもステージで輝くアイドルになって、たくさんの人に笑顔のお花を咲かせます、神奈川県から来ました19歳の北花絵ですっていうキャッチフレーズなんですけど、その前の笑顔のお花を咲かせます、笑顔のお花を咲かせますのところで、お花をここで作ってるんですよね。だいたいマイクをこう持ってるので片手なんですけど、なのでここのほっぺのところでお花を咲かせるような、小顔ポーズじゃないんですけど、こうくっつけてお花をほっぺのところで咲かせるのが花絵ポーズです。あの、花絵ポーズ皆さんぜひやってつぶやいてくださいねって言ったのに全然お見かけしないので、ぜひ花絵ポーズ皆さんなんかどこかでやっていただけたら嬉しいです。いつかツーショット撮影会とかにも参加させていただけたら、その時に一緒に やれたりすると嬉しいんですけど、まだ私たちはツーショット会がないので。あれ、リップはどこにあったんだろう。あったー、リップ、リップ、こんばんは朝にチラ見したぶり、あ、朝ちょっとだけ来てくださってた。倒れちゃった。待って、本当に顔が死んでるんだけど、どうしよう。待って、ちょっと待ってください。ごめんなさい。おしゃべり会お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に、こんばんは、こんばんは。あ、今日ありがとうございました。直さなくても可愛い、優しい。もう、え、待って、なんかメイクが濃くなっただけで全然なんか良くなってない気がするやばい。うん、チークがない、チークを足そうかな。お疲れ様でした、話せて嬉しかった。
あれ待って、コメントがずれてる、ずれてるとこだ。あったあったあった。え、私もお話できて嬉しかったです。本当にお久しぶりに、結構おしゃべり会、オンラインのおしゃべり会は意外と久しぶりだったので、グループおしゃべり会だとなかなかその現地に来ないといけないので来られないよって方も多いんですけど、オンラインだと来れるよって方も多いので、久しぶりにお会いできた方とか結構いて嬉しかったです。待って、本当に顔死んでる。待って、どうしよう。チーク、あ、チークあった。おしゃべり会お疲れ様でした。こんばんは。ハートありがとうございます。お星様ありがとうございます。そうですね、あんまり死んでるとか言い方よくない、あんまり顔がなんて言うんだろう、ちょっと塗りすぎちゃった、やばい、塗りすぎちゃった、まあ塗りすぎちゃったんですけど、まあまあまあもういいや、ちょっと薄めれば、やば、なんかめっちゃ濃い、びっくりするほど濃い。チーク濃すぎるんだけど取れない。え、おしゃべり会は本当に何だろう、結構1日あたりの拘束時間っていうか、朝から意外と夕方夜までの時間は結構あるんですけど、基本座ってますし、お話ししてて楽しいだけで、なんかあんまり多分おしゃべり会で疲れたっていうわけじゃなくて、あれだと思います、結構最近お休みがなくて、全体的な疲労みたいな、全体的な蓄積みたいな感じな気もしますね。あ、でも明日は家での自主練は必須で、みんなで自主練をしよう、家でそれぞれ自主練をしようってなったので自主練はしなきゃいけないんですけど、ショールーム選抜のイベントが最終日なのもあって、明日は10月の頭らへんに1日お休みがあった以来のお休みで、お休み、まあ、自主練とか配信とかはあるんですけど、なんて言うんだろう、その家から出ない、一応お休みみたいな感じなので、ちょっとはゆっくりできるかなみたいな。でも明日でイベント最終日なんですよね。最終日、待って、ちょっと強、なんかちょっとハイライトが強かったけど、まあいいや、もうなんか、50ハメちゃん50カウントかな、ありがとうございます。そうだ、あの紙はどこにあったんだろう、あ、この紙貼ろう。現在ショールーム選抜のイベントに参加させていただいておりまして、星投げとか50カウントとかよろしくお願いします。本当に星投げとかお一人お一人の お星様とか50カウントとかがすごい大きいので、ご協力よろしくお願いします。 SMS 認証もよろしくお願いいたします。フォローまだしてないよって方がいたらぜひしてくださると嬉しいです。
よし、これを貼ろう。マスキングテープあった。ハートありがとうございます。こんばんは。こんばんは。俺も寝落ちしてさっきの配信飛ばし、さっきの配信、あ、5時35分ぐらいからのやつかな、飛ばしちゃったんですか。え、でもでもあのきっとお疲れなので全然大丈夫です。睡眠とか取ることも大事ですし、体が一番大事なので全然大丈夫です。ちょっとこれを貼ります。ここら辺、ここら辺、ここら辺、ここら辺かな、ここら辺っぽいね。お腹空いてて、ちょっとお腹鳴っちゃった、ごめんなさい。よいしょ。よし、晴れた。あ、斜めってる。まあいいや、ちょっとその辺は見逃してください。ごめんなさい。っていうか結構前のコメントだ、ごめんなさい。ハートありがとうございます。お腹空いた。花江ポーズでツーショット撮りたい。多分きっといつかツーショット撮影会とかあると思うので、その時にぜひ花絵ポーズで一緒に撮りましょう。ハートたくさんありがとうございます。タコさんありがとうございます。タコさん、ハートもたくさんありがとうございます。なかなかハードル高いですかね、花絵ポーズ。ごめんなさい。いつかきっとあるであろう、ツーショット撮影会とかを楽しみにしてくださると嬉しいです。タコさんありがとうございます。カウント完了、ありがとうございます。そうだ、今日の配信は、待って、筆箱どこ行った？立てないといけないんだった、忘れてた、危ない。本日の配信スケジュール、待って、見えるかな、ギリギリ見えるかな。待って、でもなんか落ちそう。こんばんは。この配信スケジュールの今4枠目で11時まで1時間はい、え、うん、違う、1時間配信をして30分あげて11時半から最後の5枠目があります。夕方来れなくてごめんね。ああ、全然大丈夫です。時間があるときに、お時間あるときに、明日も結構枠たくさんあると思うので、
時間がある時に来ていただけると嬉しいです。おしゃべり会連絡をこちらこそありがとうございました。あ、ロースカツのコメント読みましたよ。朝の配信の時に。花絵ポーズはそうですね。皆さん一緒にやりましょう。こんばんは。そうだ。あともうちょっとですよね。10月30日。あと1週間とプラス1日か。本当に10月30日は頑張ります。こんばんは。お話できなくて読みました。え、でもお仕事だったんですよね。お疲れ様です。笑顔の花咲いてよ。ありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。ごめんなさい。ちょっと、喉が。喉がピンチかもしれない。お酒飲んだみたい。ごめんなさい。ちょっと塗りすぎちゃった。塗りすぎちゃったけど、パウダーで消せるレベルの濃さじゃないし、色白ではないのかな。スマホライトとかの関係とかいろいろあると思います。パウダーで消えるレベルの濃さじゃない。ちょっと塗りすぎちゃった。塗りすぎちゃったけど、でもまあ、シェーディングとか、中顔面を短くする効果は多分あるので、もうこんなんでいいや。漏れてない。ああ、なるほど、漏れてない、そういう表現の方がいいですね。ちょっとごめんなさい、顔が死んでるとか言ってた。ちょっと表現変えます。ごめんなさい。ハートありがとうございます。笑顔の花咲いてありがとうございます。浮気バレてしまうほど隣のメンバーと席近いの。オンラインのおしゃべり会は別に、なんだろう、隣の席のメンバー、隣の席って言っても一つの机に一人ずつなので近いってほど近くはないんですけど、結構みんな声を張って喋ってるので入っちゃうのかもしれないっていうのと、私がたまたまお話ししてない時だと全然隣じゃなくても隣の隣の隣とかでも結構よく聞こえるんですよね。なので結構皆さん浮気はよくバレますよ。バレますよ。本当ありがとうございます。今日花江ちゃんの撮らなかったことを今後悔してる。でもまだこれからもあと3回あるので、その時にでもぜひ来てください。私もお話ししてみたいです。そうだ、待って、これを書かないといけない。ハートありがとうございます。座ってたから余計に出ちゃったのかなって、どういうこと？座ってた。あ、咳がってことかな。え、座ってた方がなんか喉が痛みやすいとかあるんですか？え、どういうことだろう。ごめんなさい、私の理解力がなくて、ごめんなさい。なんだかんだ言ってもやっぱ花江が一番好きなんだよな。信じてますけど、結構浮気してる声が聞こえるんです。今日めっちゃ本当に毎回ゆうなちゃんの声がめっちゃ聞こえてました。ハートありがとうございます。あ、違う、座ってたからって余計に疲れが出ちゃったって話かな。いや、今日は本当に全然おしゃべり会は楽しかったって終わる
タイプというか、おしゃべり会で疲れたは基本ない気がします。それも今日はオンラインでずっと座りっぱなので。ハートありがとうございます。こんばんは。ハートありがとうございます。フィリピンから、フィリピンからわざわざありがとうございます。こんばんは。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。字が綺麗。いや、ちょっとなんか私綺麗に書こうって思うとなんとかこれぐらいまでは書けるんですけど、普通にバーって書くとめっちゃ汚いのでフォロー済みです。やった、ありがとうございます。3期の配信みたいに3期生はみんなでわちゃわちゃ、あ、結構3期生はそうですね、みんなで結構わちゃわちゃしてること多い気がしますね。でもさっきの配信本当にすもちゃん、さっきって言っても夕方の5時半ぐらいの配信なんですけど、すもちゃんがハムって、なんていうの、チーズケーキハムってなんかしてるのもめっちゃ可愛かったし、ゆきちゃんが猫耳つけてるのもめちゃめちゃ可愛かったし、なつきちゃんは洋服がバレちゃうので手だけ出演だったんですけど、お昼の12時か1時ぐらいの配信の時は結構お互いの配信に顔出したりしてて、みんな結構ワイ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 ワチャワチャしてますね。ハートありがとうございます。笑顔のお花咲いてありがとうございます。黄色ありがとうございます。こんばんは。お腹鳴ったの聞こえてないですよね。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。ちょっとお腹空いたよりも眠いと寝てしまうのでごめんなさい。お腹が空いていた。ごめんなさい。お星様ありがとうございます。こんばんは。猫耳めっちゃ可愛かった。猫耳ちょっと恥ずかしすぎてやばかった。でもなかなかしないコスプレですね。3つとも今日はチャイナドレスと一部にメイドさん、あ、待って、ちょっとカバリン、あ、待って、カバリン今日の脱いでだからここにいないといけないんだった。一部はメイドさんの服に猫耳カチューシャをつけてストレートのおろしで、2部がチャイナドレスに頭にお団子2つみたいなので、5部がナースなんだけどロングのなんかなんて言うんだろう、単色のよくあるナースじゃないナースというかワンピースナースみたいな、クラシックナースみたいなナースにナース帽で三つ編み二つみたいな感じでした。そうなんです。イベントも今日と明日しかなくて、その朝昼夜とか時間を分けた方がいいよっていうのを一昨日ぐらいに教えていただいて、やっと今日から朝昼夜分けられたので、ちょっとみんなよりもなんかそれまで私夜にまとめてみたいな形が多かったので、それでも最初に出てた順位が圏外だったのに今7位まで上がっていて、本当に皆さんのおかげなので、なんかちょっと本当に頑張ったら
はい、なんか選抜入れたりしないかなとちょっと思ってて、あと本当に1日、今日あと待って、今何時？ 10時だとしたらあと2時間と、明日はでも8時までだからそれしかないんですけど、ちょっと頑張りたいですね。なんかなんだろう、そうですね、本当に皆さんもそれぞれたくさん枠組んじゃうと思うので、あの皆さんもお時間に余裕があるときに、あの星投げだったり50カウントだったりしていただけると嬉しいです。本当に他の子に比べて劣ってるところばっかりで、活躍っていうか他のお仕事の数とかも全然ないので、なんだろうな、積極的にというか、どういう言い方をしたらいいのか、正しいのかわかんないけどそうですね、なんか自分から行動しなきゃダメだなってすごい思ってて、明日も頑張ります。また明日もたくさん来てくださると嬉しいです。またまだ枠決めてないんですけど、ハートありがとうございます。そうなんです、明日夜7時59分で終了なんです。ハートたくさんありがとうございますのペンライトありがとうございます。コバンありがとうございます。あ、コバンたくさんありがとうございます。30日の意気込みは本当に、あの練習をもう本当になんか体に染み込ませる、どんだけ緊張しても体が勝手に動くぞぐらい体に染み込ませて、ちゃんと楽しんで笑顔でパフォーマンスできるようにすることですかね。花江とおしゃべりしてると時間が過ぎるのが早い。え、私もなんか本当におしゃべり会楽しくて、あっという間なんですよね。なんか本当におしゃべり会は楽しいです。こんばんは花束ありがとうございます。そうですね、コメント渋滞してる、ごめんなさい。ちょっと飛ばしでいきますやばい、声が裏返ってる。私は大丈夫です、花しか買わないので。超嘘ついてる人がいる超嘘ついてる人がいる。最近ゆきちゃんゆきちゃんなの知ってるんだけどな。次のは撮ってる、ありがとうございます。そう、次のやつの発表を結局なんか昨日か一昨日ぐらいに投票をしたのに、全然それを結局こうなりましたの発表をしてない気がする。待って12月、エアコンの位置が悪かったのかね。あ、喉のことですか。いや、全然違うと思います。あの別にエアコンは今日ついてたのかな。この時期なので別になんか、なんだろう。
暖房をつけるほど寒くもなく、その冷房をつけるほど暑くもないぐらいの気温な気がするので、エアコンはついてなかったんじゃないかな。すいません、コメンターの渋滞しないように戻します。お星様ありがとうございます。黄色ありがとうございます。イラストもうまい。え、イラスト私下手ですよ。黄色ありがとうございます。本当にみんなで配信するとみんな可愛すぎて私が映りたくなくなっちゃって、私こんな感じで本当にここしか映ってなかった。花江が一番可愛かったけどね。優しい。参集した。ありがとうございます。あ、ケーキ、あ、私はもらえなかったんですけど、めっちゃ美味しそうでした。もらいたかったな。トゥンからも結局もらい損ねちゃった。明日お休みだし、本当は健康食じゃなきゃダメだけど食べたかった。ちょっとなんかなんだろう、なんか食べた方がメンタル面というかもう安定するので、ちょっとお菓子とかも食べちゃうんですかけど、最近ちょっと我慢できなくて。でもトゥンカロンもらい損ねちゃった。でもクレープはもらって帰ってきました。わちゃわちゃ配信楽しくて好き。私も好きです。なんかみんなでわちゃわちゃやって配信するのって、なんか3期生全員で配信しますよっていうのが9月とかなんか2回ぐらいあったんですけど、それ以降ずっとなかったので、なんかまたみんなで配信したいなって思いました。こんばんは。タコありがとうございます。またコスプレ。そうなんです。そう、待って、これをねちょっとね埋めるんですけど、やばい、ちょっとコメントちょっと戻んないとやばいぞ。ハートありがとうございます。だるまさんありがとうございます。三つ編みめっちゃ可愛かったよ。30分かけて頑張ったんですけどボサボサでした。だるまさんありがとうございます。可愛いスタンプありがとうございます。チャイナ可愛かった。チャイナチャイナはチャイナだけは唯一もともと持ってたやつで、高校2年生の時に友達とプリクラを撮るように買って、それ以来できました。こんばんは、こんばんは。明日も頑張ります。最後まで頑張ります。そうですね、待って、19、20、21、22、23で、今日22、まあ、初日は夜からだったから、そうですね、2日間朝昼できたら違ったのかなと思うんですけど、まだ全然諦めてないので、最後まで諦めない、その気持ちが大事。そうですよね、諦めてないので、なんか、夜にまとめてなっちゃってたのに、順位が、どんどん皆さんの本当におかげで上がってるので、本当に諦めてないです。こんばんは。ファイトスタンプありがとうございます。すいません、喉がちょっとやばい。なんでこんなになっちゃったんだろう、喉。びっくり。なんでだろう。なんでだろう。自分自身、わからん。黄色のサイリウムいっぱい降る32日ありがとうございます。私の推しサイカラーが黄色と黄色なので、ぜひ振ってくださったら絶対見つけて、手振ります。でも手振る以外でもなんか、ハート作ってとか、指ハートしてとか、指さしてとか、
なんかなんだろうな、ピースしてとか、ピースしてってないかな、なんかそういうのがあったら、なんて言うんだろう、なんて言うんだっけ、スケッチブックとかに書いてくださると、できるだけ反応したいです。でもスケッチブックとかだと結構後ろの方だとあんま見にくいかもしれない。全然、でも黄色と銀色のサイリウム打ってくださったら絶対見つけるのでこんばんは。浮気しません。今日も浮気してるのめっちゃ聞こえたんだけど。ハートありがとうございます。 Hello, I'm from Indonesia。 インドネシアからありがとうございます。ごめんなさい、一瞬止まっちゃった花江夏希ちゃんのおしゃべり会行ってもいいかな、挨拶。でも挨拶行ったら絶対めっちゃ好きになっちゃうと思います。まあでも私が一番だから。挨拶だけだったらまあまあまあ。ハートありがとうございます。すいません、ラグが多くてじゃないんです。私がコメントめっちゃ前のやつ読んでるんです。ごめんなさい、ちょっと。結構飛ばし飛ばしで、最新に戻れるようにちょっと今してます。ごめんなさい。最終、カウント完了ありがとうございます。お星様ありがとうございます。今日のぬいぬいカバリンです。お星様ありがとうございます。あ、ない、俺だ、レスクレ。レスクレっていうコメント結構あるんですけど、レスクレって、レスって何をしたらいいんだろうってなっちゃうんですよ、私。お星様ありがとうございます。お星様ありがとうございます。プリクラ撮るように、そうなんです。なんか一時期、チャイナプリみたいなのが流行ってて、友達と撮りたいねみたいになって、買ってプリクラ撮って、あ、でもそのプリクラはメールで送りましたね、私、結構前に。まあでもプリクラなので誰かわかんないんですけど本当に誰かわかんないレベルで変わってるんですけど。明日9時まで仕事、お疲れ様です。怒って、睨んでもあり。え、どういうこと怒ってってどういうこと、なんて言うんだろう。あ、待って、やばい、髪剥がしちゃうとこだった、危ない危ない。怒ってってどうすればいいんだろう。プンってことかな。わかんない、怒ってってどういうこと、怒るってどう怒ればいいんだろう。睨むは伝わんない気がする。指ハートしてほしい。レスクレイにも反応してね。レスクレイは無理です無理です。だってレスクレイって何すればいいか分かんないんだもん。ずっと前から、でも前にも伝えた気がする。サイン書いては物理的に無理なので距離的に。花絵俺だ、投げキッスくれ、ごめんなさい、投げキッスはちょっとハードルが高い。ウィンクして、ごめんなさい、ウィンクできない。黄色じゃない、え、黄色のペンライトありがとうございます。お星様ありがとうございます。花絵が一番、そうだよね、信じてる。黄色ありがとうございます。そうなんですよ、なんか挨拶ちょっとだけ行ってくるねとか言って、なんかいつの間にか何々ちゃん大好きとか言っちゃってなんか挨拶って言いつつ皆さん全然挨拶じゃなくなるんですよね。こんばんは、お星様ありがとうございます。カバリン可愛いですよね、ハートありがとうございます。指差し。ラブが欲しいです。ラブ。
ゆきちゃんの重めのラブを今日配信の時にラブあれくれてた気がします。サイリウム見つけたら絶対手振ります。レスくれならとりあえず何にでも使える的なあれ。いや全然何にでも使えない。レスくれは何すればいいか分かんない。メイクは濃くどうにかしました。すいません、なんかいつの間にか寝てしまってて、やばい寝落ちしたかなと思ったら大丈夫だったんですけど、顔は死んでたのでちょっとプク顔。花江に怒られたい。怒るの苦手なんですよ私。でも睨むって、なんかなんて言うんだろう、目が悪いので、目が悪くて目を細めてるのか睨んでるのか、なんかなんかどうしたらいいのか分かんないんです。なんかどうしたらいいかじゃない、なんか 見分けにくい気がしちゃう。レスで見つめてくれるだけでも嬉しいよ。でもなんて言うんだろう、見てることが伝わらない気がしちゃって。かわいいスタンプありがとうございます。魔法師様ありがとうございます。捨て星の時に挨拶はしてます。あ、なるほどそうですよね、捨て星の時ぐらいですよね。なつきちゃんはまだ片足入れただけ花絵は花絵沼にハマってるから、花絵沼はもう一生引き、一生抜け出せないですよ。でも花絵沼って、はるか沼、南川はるかちゃんが言ってたはるか沼のパクリみたいになっちゃうのでちょっとオタクの言う挨拶は挨拶だけじゃ終わらない。いや本当にそうなんですよ、挨拶だけで終わる方を逆に知らない。花絵ポーズこんばんは。花絵ちゃんのペースで優しい。ハートありがとうございます。待って、これそうだ、書かないと。どうしたんだっけ結局おしゃべり会のクソ。なんかコメント読んでたらいつも時間が過ぎちゃう。短い。魔法師様ハートありがとうございます。たくさんありがとうございます。投げほっぺってどうやってやるんですか。星集めできましたが、可愛すぎて立ち止まってます。やった、嬉しい。そのままずっといてほしいですちょっと待って、コメントがやばい。コメントが結構前のになっちゃったから飛ばさないと。ハートありがとうございます。ハート、花枝ちゃんハマってしまったら奥が深そう。奥深いです、奥深いですよあ、そうだ、オーディションの時、危ない。すいません、ガタガタうるさくて。そうだ、ハートありがとうございます。花絵沼じゃない、花絵の花園だよね。なんかそんな感じの、なんかそういう、なんか決めたいんですよね。花絵の花園っていいですよね。ハートありがとうございます。ゆうはちゃんに挨拶に行ったら釣られそうになりました。いや本当に本当に、挨拶に行くだけじゃ皆さん終わんない。こんばんは、ごめんなさい、ちょっとやば、もう48分じゃん、いつの間に。あ、意外とでももう最初に戻ってきた。なんだっけ、おしゃべり会の服装を決めて発表をします。ちょっと待ってください。なんだっけ、 1,2,3,4,5
待って、ペンが、マッキーがかすれてる。かすれがちっていうか、かすれがちなのとかすれてないのが2個あって、あれ待って、もう1個あった。マッキーくんどこ行った？え待って、マッキーが1個しかない。なんで、あれ待って、ごめんなさい。やば、超ガサガサ。うるさい、ごめんなさい。あれ、ない。え、待って、ない。ちょっと諦めてかすれマッキーで頑張って書きます。あれなんだっけ、なんだっけ。あ、そうだ。どうしよう、どうしよう、ちょっと迷うな。あれどこ行った？どうしよう、待って、どうしよう。ごめんなさい。マッキーガサゴソ探してる時間がめっちゃうるさかったかも。ごめんなさい。お星様ありがとうございます。あとでマッキー送っときます。ごめんなさい。あれ、今日って、どうしよう。どうしようかな。どうしよう、迷う。めっちゃ迷っちゃう。こんばんは。
ごめんなさい、ハートありがとうございます。あと7分、え、待って、嘘、時間があっという間すぎる。一昨日ぐらいの投票とかで、投票をしていただいて、一番多かったのがオーディションの時の私服、2位がみこさん、3位ポリスで、4位タイで雪だるま、ロリータ、サンタだったので、あ、11月24日と26日の話なんですけど、で、雪だるまはなんか、え、そんなの見たい方いるかなって思っちゃったので、ちょっと雪だるまを覗いて、オーディションの私服、みこさん、ポリス、ロリータは、ちょっとだけロリータっぽい私服みたいな、ロリータ系統の私服みたいな、私服で着れそうな感じのロリータっぽいのと、サンタさんの5つプラス、メールを取っ、あ、メールを取ってくださってる方、メールでのリクエスト枠を一つ作るので、それで6枠かなって思ってて、待って、何が何っつったっけ、何が何って言ったっけ、こうかな。よし、決まった。でも髪型はまだ決まってないので、それはまた投票取るんですけど黄色ありがとうございます。固まってる？ループ？え、なんか、なってた？ごめんなさい。え、なんかあったのかな？ごめんなさい。あ、待って、コンタクトがずれそう。雪だるまの着ぐるみみたいなのだと思うんですけど、ちょっとやめました。こちらに決定いたしました。オンライン論語しゃべり会11月20日からオーディションの時の服装をメールで送ったことがある私服ですに、みこさんとポリスで、26日がロリータ系統のでも私服で、4部がサンタさん、6部がメール募集枠です。12月10日は前から、もうちょっと前から決まってたんですけど、その通りメイドに猫耳とポリスとサンタです。今受付をしておりますので、ぜひもしよろしければお話ししに来てくださいって。もう58分じゃん、やばい11時までだっけ、11時までだ、やばやば、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。男女読みします。1位ケンジ。